東洋の時計王と呼ばれた男、服部金太郎を演じます。主演西島秀俊さんです。水上幸司さんです。壮 <music>、えー、年期の、えー、服部金太郎役を演じました西島秀俊です。よろしくお願いします。 よろしくお願いしますはい、服部・金太郎の青年期を演じました、えー、水上浩志ですはい、よろしくお願いします <laughs> どうなんちょっとこう、お二方似ている雰囲気もあるのかなという感じもするんですけれどもいやありがとうございます、そんな男前に <laughs> 眉毛がボサボサなと <laughs> 似てるってよく言われて <laughs> 眉毛がボサボサってところが似てるって石、はい、島さんがおっしゃってるんで、はい、その通りだと思います, <laughs> そうです、ね 他の方にそうやって言われたこととかっていうのはどうですかありますよ、僕はなんかボンバーグされとこでも、僕、個人的にあの、掘りが深いというか、はい、あの、ここ、ここが、はい、こう横向いたときに見えるんですよ、はい、はいはい多分見,見えますよね、石村さん見えるね見えるんですよ、横を向いたときに <laughs> こ,こ,ここが、ここが見えるんですよほうほうほうあ、もう、次行きましょう <laughs> でも西島さんは共感してらしたっていう。<laughs> そうですね。はい。あのまあ服部金太郎というまあ本当にそのデッチ暴行から始まってまあ時計王になるまでの一代記なんですけども、あのやっぱりこのドラマの一番の見どころっていうのはその軍造劇であると思っています。あのまあ本当に豪華なあの共演者の皆さんが。えー このの作品のためめに情熱を込ててて演じてらっっしゃってですね実際その服部金太郎という人の周りにはたくさんの最初は例えば逆に敵だった人とか敵という方おかしいですけどライバルだった人とか、はい、まあいろんなそういう人たちがどんどん味方になっていってそのみんなで幾多の,の困難を乗り越えてその大きくこうみんなで上がっていったっていう。 日本のの技術を上げてていいったっていう実実際のその事実がありましてやっぱりそこの人と人とのつながりそれからそれぞれがそれぞれの場所でベストを尽くすことでこういろんな困難を乗り越えていくというその群像劇がきっと一番の見どころになるんではないかなと思っています。うんね っていうスケールの大きいものに対して着眼点を置いたある、ね、一人の,その男の生き様というか、まあ、人生を描いたっていうところが僕はもう一番好きですしそこをこう僕は青年期を演じるにあたってその時っていうものに魅了されていくっていうところがすごく大事だなと思っていたのでん,なんかじゃあ現代にその、ね、明治の時服部金太郎氏が。 時っていうスケールの大きいものにこう魅了されていったように令和の今の時代にそ,のそれぐらいスケールの大きいものに魅了されていくものって何かあるかなって考えた時やっぱり出てこないからやっぱり服部金太郎さんは本当にすごい方なんだなっていうのはすごく思いましたね。 あのまあ、やっぱり実際何が起きたってことは分かっているんですけどそれがまあどういう人物で実際どういう会話をしていたっていうのは、まあ、やっぱり想像の部分が大きいと思うんですよねだからまあやっぱり原作の,そのニレ先生の,あの本の中でやっぱりその人物を大きく膨らましてすごく面白く描いてらっしゃるのであのまあその原作をやっぱり。 あるこう自分の発想のなんていうか一番大事なあの根っこの部分としてたくさん参考にさせていただいてあとはどうやってそうやってこう生きている人間としてこう演ずることができるかで他の登場人物たちとどういうふうにその関係を描いていくかということをやっぱりすごくこう丁寧にあのいろんな監督とかまあ俳優同士も話し合ったりしながらあの今回は作りました。 すごい俳あの何て言うのかな皆さんその自分の演技がどうっていうよりはこのシーンにとって自分がどういうふうにいることがこのシーンをより生き生きとして素晴らしいものできるかということにすごく意識が向いてるんですよねだからあの何て言うかな自分僕とかその出演する あのセリフがあるキャラクターだけじゃなくてまあ若い俳優さんもそうですしもっと言うとそのエキストラの皆さんも全員でこのシーンはどうやって作るべきかということをやっぱりすごく真剣に話し合ってエキストラの皆さんもそれぞれの役をやっぱりその中で考えてくださってどうやってこのタイミングでどうやってこの人が例えばその困難によし立ち向かおうと決めるのかっていう長いまあこうシーンの時にどうやってそこでこう一人一人が。 同時に立ち上がることはないわけでそれをなんか本当にみんなで、あのー、考えて作っていったっていうだからそれはやっぱり自分の演技ってことじゃないやっぱそのシーンのについてこの物語についてすごく考える俳優さんが集まっていたっていう証明だと思うんですけど、まあ、そういう現場だったので、まあまあ、大変でしたけど、あのー、やっぱりすごくどのシーンも演じがいのあるすごく手応えのある作品でした。 おひげがああるるスタイルで今回は演じられてているシーンもあって、はいまあ、武将ひげみたいなのはありますけど、はい、まあこういうなんかまあ当時のやっぱり方って結構こうきちっとこう口毛を生やされてる方も多かったりしたので、まあ、そういうひげだったりとか、まあ、実際銀髪綺麗な銀髪で金太郎さんっていうのはあのいらっしゃったりもしたので、はい、まあそういうこともあの。 まあやっぱりできるだけ本人に近づけるということでやっていきましたまだまだ僕のこのレベルというかその至らない部分が多いっていうのでいくとやはりこう実在した方に寄せていくっていう作業はかなり難しいその声の音色だったり姿形だったり。 うん癖だったり所作だったり本当にもう姿勢もほ本当にそういうところをこなかなか寄せていくっていうまだ僕の中で余裕がないのでやはりこう水上がこの役を演じるにあたってその水上の持ち味とかを使わざるを得ないというかそ,そこを使っていかないと太刀打ちができないとまあ基本的に芝居ってそうだとは思うんですけれどもでも西島さんのレベルになるとこうそうやって実在した。 ひげの,ヒゲの <laughs> か角度とかうげの濃さとかあのねそういうのがあるんだなって思うんですけども<ー>なんか僕はなんかやっぱり今はその魅了されていく時にどれだけこうキラキラして時計のことを見られるのかとかっていうふうに作っていったのでそれでいうとそのすごく服部金太郎さんの青年期に寄せていったっていうもちろん自分は寄っていくんですけどもなんか。 っていうなぜそのこの一人の男がそのでッチ暴行から東洋の時計王にまでなったのかっていうそ,のそこが一番の多分謎で、うんうん、みんなが知りたい同じ人間がなぜこんなあの偉大な業績を残せたのかっていうやっぱりそこの謎を紐解いているので原作が本が。 参考にしてやっぱりその当時、まあ、さっき水上君も言ったようにその時間っていうまだ誰もあまりこの重要さに気づいてないみんながバラバラの時間に生きてる中でいやこれからはみんなが同じ時を生きるっていうその未来に対する何かこうビジョンがしっかりあったっていうこととやっぱりその自分より上の年齢の人が助けたくなる。あと 実際、その信頼とかその実際の契約だったりその辺をきちっと約束を守って大事にしていくことであのまあそれはえお客様に対してもそうですしその他のこう取引をしている人たちに対してもそうですけどそういう信用みたいなものを大切にしていったっていうそ,のそこもやっぱりすごく先近の命のあった人だと思うしだからそういうことですかねそ。そういうい ういここととをやっった人っていうことでじゃあきっと性格はこういう人なんではないかっていうで、まあ、お酒もあんまり飲まれない方だったっていうことでなんか結構当時はやっぱりすごくそういう付き合いで飲んだりすることもきっと仕事で大きな部分を占めたと思うけど、まあ、服部金太郎さんはお酒を飲まずに、まあ、本当にこう仕事に夢中になっていたっていうこととかも、まあ、今だと結構当たり前なのかもしれないそういう人も多いと思いますけど<ー>当時はやっぱり少なかったと思うのでやっぱりそういうところも。 まあそういうのをこういろんな細かな事実をこう一個ずつ拾ってまあそうですねあとはやっぱり想像の中で人物を作り上げていくということだと思うんですね肩、はい、にしてます、ね、いやでも勉強になることっていうのはやはりね大先輩のにしやそう本当に素晴らしいははいまあまあ、もう皆さんご覧になってますけど本当にその青年期のこう、うん 魅了されてそのものにまっすぐに向かっていくそのなんていうかエネルギーと純粋さみたいなものはやっぱり水上くんが演じてるからあれだけ素晴らしかったと思うのでまあ本人の中にきっとそういうものがあってそれがその金太郎氏との中の何かとこう本当にリンクしてたんだろうなというのを見て,て思いました、はい、水上さん、いかがでしょう。 いやもうう本当にこう西島さんのお芝居とか、まあ、実際に僕が作る青年期と壮年期で僕が思う壮年期とどれぐらい違いがあるんだろうとかあこんなところがこういうふうになってるんだとかあやっぱり同じですよねとかみたいなところを現場に今回見ることができていないのでな,な,なぜなら同一人物ですから、はい、そうですよね、はい、だから、それをなんか、ね、あの本当は。 ある,意味ある意味というかある意味今回共演なんですけどもでもがっつりこういつかまた西島さんとなんか敵対する役とかでか <laughs> 味方でいいでしょ敵対するまた会えないよそしたら <laughs> 敵対してるから <laughs> そうですねそのあたり水上さんどうですか西島さんと同じこの役柄を演じるっていうことについては、うん、まあそのまあ西島さんであれ誰であれやっぱりこう バトンをいいいでいくっていうま,まず僕の方がその前段というか、まあ、若いまだ年齢的に若いのでバトンを受け取るっていうことはあまり僕はないんですけどもやっぱり渡していくことが今多いのでやはりその時にこう先輩俳優の方々に対してどれぐらいこうイメージと違わないようにこうどれだけそこにこうアジャストしていけるかっていうプレッシャーもありましたし、うん、まあなんかそういうふうに思ったんですけどもまずその3年 4年前にあの初めて共演させていただいた日からまさか僕のことをちゃんと覚えてくださってたなというのが僕の勝手なイメージですけどやっぱりすごくこう不器用なタイプの俳優さんだと思っていてなんかやっぱり自分のやりたいことが明確に見えていてやっぱりそのことに向かって純粋に進む人なのできっといろいろそんなこう いろんなふうに器用に行くタイプではないと思っていてまあ僕は正直そういうタイプだしそういうタイプが好きだしそういうタイプはすごく気になるのであのまあ個人的にまあ気になってずっと見てますしこれからもまあ本当にうまくいってほしいなというかまあ応援したいなっていうふうにあの自分の道を進んであのなんていうかなまあ本当にこうゆっくりと。 いい作品を重ねて成功してもらいたいなと思っている俳優さんです控室、うん、のメイクの支度部屋ですいません空って立ってくださってあってあってなりましたねやっぱりその水上さんにとって西島さんっていうのはある種 ちょっとこう憧れ的な部分もあ,あるんですか。そうですね。無理やり言わされてるわけだから。<laughs> いやいやいや,いや,いや <laughs> 言わなくていいんです。や,ね、やっぱりっ立ってくださったって表現されるっていうのは、ね。<laughs> いやいやなんなんなんでしょうかその、うん、僕もその西馬さんの年になったときにそうやって下のまあいわゆる後輩の方に対してもそういう風なこうあ,<ー>あの姿勢で言いたいなって思いますしなんでしょう。 あ,のまあ、あまりこ,うこの話を別に長くだらだら話す必要もないんですけどやっぱり僕がそのアクションを起こしたこととその西島さんが昔いろいろ道を切り開かれていたっていうのってやっぱりわけが違うと思っていましてそのだから僕がそういった経験をしているからこそ西島さんの。 すごさが分かるといいますかだから、すごい僕もなんか西島さんのお話いろいろ聞きたいなということもいっぱいありますしなんかだからこそ,そのちゃんと共演してこう西島さんの現場の立ち姿といいますかその仕事へのこう取り組み姿勢みたいなのを見てこう自分のものにしていきたいなというふうにこう思っています共演します。<laughs> <laughs> あのまあこのドラマ全体あの僕も出来上がり見ていやこの久しぶりにこう本当に重厚なあのまあドラマ本当にしっかりしたドラマを見たなっていうまあ僕が全部見てるわけじゃないのでドラマをなんとも言えないですけどもまあ僕個人的にはすごくそれを感じてやっぱりそれぞれの俳優さんがまあさっきもちょっと繰り返しになりますけどもその自分の演技ってことじゃなくてもうちょっとなんか作品に対して 演技をししてていいるっていう、あのー、のすごく感じましただからどのシーンもですねまあなんていうんですかねこう献身的というか自分のためにやってるんじゃないっていう何かもっと本当に大きなものに対して自分はこうそこのに身を投げ出してるっていうあの俳優さんたちが集まっていてですねそれは演じていてもすごく感じるし、あのー、幸せな。 時間でした下川恭平君っていう、はい、あの若い時の吉道を演じたかわいいくりくり坊主の,、はい、あの方なんですけども、はい、僕あの方と、はい、あの芝居するのはすごく楽しかったんですねなんかすごい直球というか本当にまっすぐなあの明治の時代というかまあんまあ僕も今令和を生きてるんですけどもなかなか令和の時代にいないようなこう直球を投げてくる役者さん でそれが僕嬉しくて僕もその直球を投げたいって思っているでその直球の投げ方をこう日々こう考えながらいろいろ試行錯誤しているんですけどもそのなんかやっぱり下川君が投げてくれるその吉道の悩みというかその導いてほしそうなその下の子ならではのだからそ,のそれに対して金太郎はえっとすごい。 あの自覚はないんだけれども、ぽろっと何気なく言った一言なんだけれども、吉しみの中ではその大人になって浜名さんにバトンパスされた時でも、はい、すごく中に残っているっていう言葉あたりを、なんか僕もすごくそのセリフを言いやすかったりしたので、下川恭平君は、すごく僕、あの印象に残ってます。共、はい、演できたっていうことが、まあ、僕は実際、目の当たりにそれを見ているので、やっぱり、まあ、本当、改めてすごい方たちと共演したなというふうに思います あのーまあ、やっぱり松嶋さん、声が、ね、本当に素敵なんでもうずっと聞いてたい声なんですけどあの <laughs> まあ個人的にはやっぱり僕、松嶋さんの,あのこう泣く演技がすごくなんか胸にくるんですよね、ちょっと他の人の演技となんか違うレベルでこうあれは何なんだろうって思いますけどやっぱり現場でもこう松嶋さんがうわーって泣かれてると。なんか すすごくく心の奥にこう響くんですよねそれは前回共演した時もそう思いましたけど、あのー、やっぱり特別な女優さんだな、ね、そのこととあのこうすごく、まあ、ご本人も大きな方ですからその人間的にやっぱりその大きさ人としての大きさみたいなものが今回の「マンという役にもあってそこもすごくこう。 なんていうか役とご本人の何かこう度量の広さみたいな金太郎どっかそのマンにうまくこうやらせてもらってるっていろんなこう自分のやりたいことをやっぱりマンさんがいて金太郎がうまくこうちゃんと生きていくようになってるっていう風になってると夫婦だと思うのでまあそういうところもすごくこう役とご本人の何か魅力みたいなものが一致してるのかなと思って今回も演じました。

カットされて。カットされてました、ねはい。繋がってました。繋がってましたね。はい、これだけは。あ僕から言いますか。<laughs> <laughs> いや、僕もあんまないんですけど。はい、で、しかも、なんかもう最近ちょっと、本当に行く時間がなくて、なかなか行けてないんですけど、まあ。はい、あの、やっぱり、ね、僕、映画好きなんで。はい、あの、映画館行って。 座って待ってなんかいろいろ予告とかなんかあのねこうしちゃダメだよみたいなの見ながら <laughs> なで <laughs> 蹴っちゃダメよみたいなとか最後やっぱりこうわーって暗くなってなんかこう始まるっていう時はもうやっぱりあ一番好きですね、はい、ものすごくドキドキするし<ー>はいなんかうん毎回あもういいなっていう感じがしますね<ー> <はい S 2> もうその時っていうのは わずかですよね。もうご、あ、そうですね。五秒ぐらいって暗くなってまあなんかはいという時です。もうこれはやっぱり西島さんならではかもしれませんね。水上さんはどうでしょう。そんなんでいいんだよ。なんかもう確かに大なんか大御の時とかですね。大そなこと言わないといけないけど。俺も言っててなんかあれなんか日違ったかなと思って。違うとかないですけど。僕はあの。 各ハンガーにいかにこう効率よく洗濯物が乾くかなって考えながら干してるのが <laughs> 黄金の時なんです黄金の時ですね僕の <laughs> あバランスがねわ <はい S 2> かるよでも<は>い。綺麗にこうそうなんですよ僕洗濯が家事の中一番好きでそうですか黄金の時ですこれが僕の <laughs> ハンガーをき麗にかけられたら ちょっと私服の時というかおまの時あの、あハンガーに、はあ着ハンガーに、はいはい、それはちょっとでもわかるかもしれないですね。あ本当ですか？わ、はい、かりますか？はい、あよかったそれ。なんかすごい壮大な話を。そんなもんですよ。そんなもんです、ね。私服の時はね。到底僕は服部金太郎さんにはなれないですね。<laughs> わかねず服部金太郎さんももしかしたら同じ答えをしてたかもしれません。ご飯好きですもんね。<laughs> ねすごい食べる人だったっていう。チームや組織の中でどんな人とこう一緒にお仕事したいかとかということですよね。まあ僕はやっぱりそのまあ今回の共演者の皆さんもそうですけども、やっぱり情熱を持ってその何かに向かっている人。 と一緒に仕事がししたたいいですすそれはずっっっと思思ててきたし、まあ、今も思っていますだからそうですね、まあ、本当に今回、監督は大変だったと思うんですけど、このシーンは、いやもっとこうなんじゃないか、何がおかしいんだってことを、本当にこう、セリフをじゃあ、ここで言ってください、あじゃあ、言いますね、言った、OK みたいな現場じゃない、もっとみんなが、いや、なんかおかしい、なんかこれおかしいんじゃないかってことをこう言って。 そこでこう話し合ってまあ監督もまた本当に素晴らしい方でそれを本当に理解して、じゃあこういうことって言って監督の意見があってっていうのでみんなで作っていく、そういうことがすごく楽しいのでやっぱりそういう、うより良いものより何か素晴らしいもののためにあの情熱を持ってなんかこう全力を尽くすっていうあのそういう,そうですねチームと一緒にやっていきたい。い自分もそういうい人間 一員として、なんか、参加したいというふうに思ってます。僕は、なんか、基本的に、まあ。あの、ずっと小学生の時から、まあ、野球っていう、の、チームスポーツをやってきた、あの、身ですので。なんか、まあ、本当に。 短いスパンでこうチームが変わったり本当に人が変わってあの中学高校でなるにつれてこういろんな人があのと接する機会があったので割とこうどんな環境でも自分の言い方をちゃんとえ保てるタイプだったんですねだからあまりこう,こういう上司がいたりこういう。 同僚こういう部下がいてほしいみたいなあんまり僕今考えたことがないなって今思ったんですけどもでも今の,そのいろんなそう今こ,のこの職業もそうなんですけど本当に短いスパンで組がどんどん変わっていって本当にもう二度と全部のフルメンバーが全く同じで仕事ができるっていうことはほぼないじゃないですかないのでだから本当にその短いスパンの中でこ,うこの人は何でこの例えば カメラワークをするんだろうとかカット割りをするんだろうとかなぜここからライトを照らすんだろうとかなんでこういうお芝居をされるんだろうっていうような興味をあの湧く方ともちろん今もたくさんいらっしゃるんですけどもそれがやっぱりより多い現場に行くとすごく幸せだなと思いますあのー、まあ本当に思い返すとやっぱりその自分の 4月からこう新しい環境に飛び込む時って期待とそれからまあ不安があってまあ期待大きいですけど実際その入ってみるとまあ時にはあの全然イメージと違うことがあったりとかいろいろあると思いますでん、まあ、僕はやっぱりそのもしその環境が本当に良くないんだったら飛び出すべきだと思う全然逃げて構わないと思う。でそのなんていうかあの 特に若い人とかってもうそこしかないっていうふうに思っちゃうと思うんですよねだからまあ僕ももともとはその映画に関わりたいとは思ってたけど全然違う道を行ってて急に関わった人間なので何かそのまあ僕の体験としているのはやっぱりそのここが自分の場所ではないと思った場合は離れていいで離れてただ自分の本当の一番 いられる場所というものを探して、まあ、本当にそれを見つけることができればきっとそこで本当に幸せに暮らせるからなんかそういうこうどうしてもここしかないんじゃないかもうこれがこの場にいられなかったらとうう思いがちですけど、まあ、実際はそんなことがないということを、まあ、言いたいたですかね水上さん,なんか僕がまだこう新社会人新こう楽器に向けて。 新しねこうまあ、言ってみてもまだ僕若いので若いでまあ25になりますけれども今年でだからなんかまだ <laughs> そんな偉そうに言えた口でもないですしだし僕のこの経験している世界ってやっぱり一般社会とはちょっと違う特殊な世界でもあるのでその僕のなんか意見みたいなのをあまり当てにはしてほしくないですけどもまあその中でも強いて言うのであればまあ 基本的にそのパワハラだったりいろんなハラスメントって今あってでそのいろんな現場でもそのえっとリスペクトトレーニングっていってそのい,ぜあのいろんな世代の人間がいる現場でもあの弱い立場の人間を少しでもなくそうっていうまああの取り組みがあるんですけれどもその中でやっぱり上の方々との,その飲みに誘えないとかって寂しい思いしてるところと っていう上の方々もいらっしゃいますしそれに傘を着て若者が調子に乗ってちょっとあの勘違いしているようなあの姿みたいなのを僕最近見受けるなと思っているのでもちろんダメなものはダメですけれどもなんかうんまあすごいたくさん失敗してきてちょっと成功してきた僕から言えるのはやっぱり自分自身がどれだけこう一生懸命やって。 本当に緊張感があって緊張するのは当たり前だし不安だし悩むことたくさん絶対ある中でどれだけ結果を残せるかだと思うのでなんかあえて僕はなんか優しい言葉っていうよりも本当にてめえ次第だいていうふうな厳,厳しいかは分かりませんけどもなんかまあうんっていうような意見ですかね、僕は。 まとまってないですけども。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。初めて、初めてやる。やったことないです。左お願いします。ええ、まあ、あの、本当に。素晴らしい。キャスト、それから、素晴らしい。 あのスタッフと、えー、とにかく一生懸命。毎日丁寧に撮影をして作られたドラマです。あのー、まあ、登場人物全員でいろんな困難を乗り越えていく物語です。あの、きっと見てくださった方によし、明日から頑張ろう。それから未来に何か希望を持って夢を持ってそれに向かってこう。邁進していこうという。何かこう前向きな力を。 えー、もしそのドラマを見ることであの感じていただけたらこんなに幸せなことはありません。ぜひですねあの楽しみに待っていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、もう本当に僕がずっとこの作品を世の中にお届けするにあたって一番やっぱり訴えたいっていうのはやっぱり時時っていうものに対してそんなにスケールな 大きいいいものに対しててて人がが魅魅了されくくっていうことがすごく素敵で魅力的でなんか僕もそんなふうにまあ僕の中でいくとそれはお芝居なんですけれども何かこの作品を見てくださった方々の中に金太郎さんが時っていうものに魅了されていってそれを人生の中でこう追い求めていくように何か見てくださる方々の中でそれをこう見つかったりあっ これにもう一回頑張ってみようだったりこうこう見つめ直すようなきっかけの作品になってくださったらすごく嬉しいですですし、ね、あのこの令和の時代から服部金太郎氏を超える人物はやっぱり出てこないといけないと思うので、はい、頑,張っ頑張ってください。<laughs> <laughs> 以上です以上。ありがとうございます。